鬼滅の刃日の神結風譚。さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。鬼滅の刃日の神結風譚、今日は対人のテクニックの紹介動画です。今回のテーマはね、これだけ覚えたら勝てるテクニック4000ということでね、対人ね、このゲーム対戦ゲームなんですけど、人と人と戦う対人とかね、まあコンピューターと戦うときにどうやったら勝てるのかとかいうテクニック、まあ4つあるんですけど、これだけ覚えたら勝てるっていうのをね、ちょっと紹介していきたいなと思います。やっぱりね、周りの声とか聞いてると結構このゲーム難しいとか勝てないとかいう声聞くんですよね。なのでね、この動画を見てね、皆さんが少しでも勝てるようになれば嬉しいなと思ってます。それでは紹介していきましょうか。さて、トレーニングボードで紹介していきましょうか。まず1つ目、ドドドン、回避と回避ジャンプしっかりやろう。これ当たり前のことなんですけどね、対人でこれできてない人めちゃくちゃいます。基本挙動ですね、コマンドリストから見れるんですけど、前ステップとか横ステップとか、これが回避ですね。要は後ろステップね、などがあるんですけど、これが回避行動だと思ってください。これがまあ強いんですよね。本当、相手の追尾を振り切ることができる。基本的にこのゲームで、鬼滅の刃日の神結風譚は相手にまるで近寄ってぶつかった相手をコンボしていくみたいな感じなんですよね。まるで近寄ってここからコンボをつなげて、敵をぶっ飛ばしていくみたいなゲームなんですけど、そう、こうやってね、普通に横に移動してるだけだったら追尾ダッシュ当たってしまうんですよね。なので追尾ダッシュはね、まあ、ガードするか、まあ、回避するしかないんですけど、その回避を、まあ、徹底的にやっていきましょうってことです。回避回避回避することで相手のね、追尾ダッシュの誘導を切ることができます。こんな風に切ることができる。ただね、空中の回避ジャンプって話なんですけど、回避してからジャンプじゃなくてジャンプ回避ですね。これよいしょ、ジャンプ回避、これですね。これなんでジャンプ回避するかっていうと、これがね、わかるかな、ステップ踏むとちょっとね、隙があるんですよ。こうやっていっ、なんかちょっと動き止まってるのわかるかな。だけど回避ジャンプだとね、スムーズに横移動できてるのわかりますか。なのでね、基本的にお互い相手の牽制し合う状況ではこんな風に回避を駆使していきます。相手が出してくるね、サポートキャラクター、マコモちゃんとか出してきたんですけど、これも全部回避で避けることができますね。サポートキャラクター回避ジャンプとかね、こんな風にこうすることで全部避けれるので、この行動はマジで使うので覚えておきましょう。相手がすかしたところをね、攻撃していくみたいな感じにするとまあ強いので、まあとりあえずこれ回避だけはね、常に触れるようにしときましょう。ただね、注意しなきゃいけないことがあります。かまど炭治郎、左上のね、ヒットポイントバーの下のゲージ見てください。であれ、呼吸のゲージというか技ゲージなんですけど、で回避中はわかりますか、ゲージの回復が止まるんですよね。なので常にね、こうやって回避回避回避ってしていると技ゲージが回復しないので、そこだけ注意してください。まあね、相手がね、で突撃してくるの見てから回避とかね、アシストキャラ出てくるの見てから回避とかするようにね、しておきましょう。これがね、まあ鬼滅の刃日の神結風譚の奥義みたいなもんですので、まあ最初これさえ覚えたら正直もう勝てますね。もう勝てるテクニック1個目でした。さあ続いて2つ目ですね。2つ目、ガードをちゃんと押し出そうです。わかりますか皆さん、これグッて押し出すことができるんですけど、これわかりますか、これですね、R1 を押しながらスティックを押すですね、相手を押して間合いを取る、相手の攻撃をガードした時よりも早く行動できるってやつなんですけど、これをね、もう一生やりましょう一生、もうずっと押したぜ。もうこれもう徹底しよう、マジで。これをね、しなかった場合どうなるかっていうと、相手の攻撃ずっとね、このサビトがガードしてるんですけど、押し返しをしていないとこんな風にシールドが赤くなってシールドがブレイクします。そうなんですよ、ちゃんとね、相手をね、押し返してね、間合いを取らないといけないんですよね。じゃあちょっと相手をコンピューターにして見てみましょうか。ガードしておきます。ガードが押し出します。わかりますか、めっちゃ距離取ります。わかりますか、こうやって距離を取れる、距離取ったら逃げる、この中に逃げる、距離取って逃げる、これができるんですよね。ほら、敵が来ても距離を取って弾き飛ばしたら逃げることができる。もしね、押し返しをしなかった場合、こんな風にずっとね、敵に殴られてガードの色がどんどん悪くなってくるんですけど、ね、しっかりと押し返すことによって逃げることができるってことですね。これだけ覚えておきましょう。ね、で相手が追尾してきたら逃げるね。
逃げてガードする。おお、ほら来いよね、しっかりと技も全部ね押し返すことで、はい、押し返して逃げることができるので危ない。おぶね、割れる。赤色になってな、あとはね、シールドがブレイクする直前ですのでね、ブレイクされたらもう相手にフルコンボ入れられるので注意しましょう。そういう意味ではね、やっぱ押し返しっていうテクニックは大事なのでね、これも奥義です。これ覚えておきましょう。押して逃げる。さっきのね、ジャンプ回避とかみたいな感じで。押して逃げる。そこだけ徹底しましょう。うわお、寒天の銃とか あるんだ。美しいね。やめて。さあ3つ目です。まあね、1個目と 2つ目はね、まあ基本的に相手から逃げる回避するっていう方法だったんですけど、この3つ目は攻める方法ですね。基本的にこのゲームは丸ボタンのね、これ追尾ダッシュみたいなやつがあるんですけど、これですね、コマンドリストにもあるんですけど、相手に向かって突進するですね。でもう1個これです、空中追尾ダッシュ。これ結構知らない人多いんで、これしっかり覚えておいてください。まあ、追尾ダッシュっていうのは、こんな風に相手に向かって追撃して、ここから当たればコンボつなげられるってものなんですけど、空中追尾ダッシュ、例えばねずこ出してね、相手が浮いた相手に丸ボタンで行くと、こんな風に空中に飛び出します。こうやってコンボの途中でもね、しっかりとね、丸ボタンを押すと追撃することができます。例えば炭治郎の攻撃でね、浮かした後に丸ボタンで追撃してからコンボしたりとか、こんな風に使うことができます。ただ注意しなきゃいけないのがね、この技のコンボ中にね、丸を押すと技ゲージ、わかりましたか皆さん、左上のゲージ1消費してるんですよ。1個もね、三角の技使ってないのに、丸ボタンで技ゲージ1個消費してしまってるので、そこだけ注意してください。でもね、今みたいにね、なんかコンボの途中で丸を押すと、技ゲージ消費するんですよ。これはね、地面でもそうなんですけど、殴ってる途中に丸を押すと技ゲージ1個消費したりとかするんですけど、まあ、特に何も関係ないところで丸ボタンを押しても技ゲージは消費しません。だからねずこで相手を浮かしたところを空中に追撃してから敵をやっつけたりとか、そういった風に使います。まあ、空中浮いてる相手にはしっかり追尾して、追撃しましょうということです。空中に浮いてる相手はね、やっぱ結構コンボが抜けやすいので、なんかコンボが抜けやすいので、なんかね、うまいことやらないとね、なんか繋がらなかったりするんですよ。なのでね、適当に丸ボタンとかね、ねずことか出してる時にね、浮いてる相手に攻撃とか当てても、ほら今みたいに、わかりますか、空振りましたよね。ねずこの攻撃当てた後とかはしっかり丸で追尾してから攻撃するとかね、アシストの技で浮く技浮かない技とかも覚えて おいて、しっかり丸で追撃するってことだけ覚えておきましょう。はい、じゃあ次4つ目ですね。まあね、まあ基本的に、まあ守りが前2つで後ろは攻め2つなんですけど、4つ目もね、攻めの技です。緊急回避後はで、追撃しようです。行きましょうか。詰まるところ、例えばこんな風にね、攻撃していくと相手が緊急回避することあるの分かりますか皆さん。右上にあるね、アシストゲージですね、を全て使って、2ゲージ使って相手はね、攻撃コンボの途中から抜け出すって技なんですけど、この後しっかり追撃しようです。詰まるところをこんな風に殴ってる時に逃げられたら丸ボタンですぐ追撃行けっていう、そういうことですね。今ちょっと失敗しましたけど、こうやって殴ってる時に逃げたら丸ボタンを押してすぐ追撃行けっていう、そういうことですね。これで防御が甘い相手だったらもう一回コンボができます。でかつ相手はアシストゲージがなくなった状態なので、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。例えば炭治郎とか特にそうなんですけど、炭治郎とか水車持ちのキャラクターとかはこんな風にね、逃げた後は水車で追撃していったりとかね、こんな風にすることができます。もう水車だったら体力半分減るのでね、義勇さんとかが特にね強いかな、この水車。でもね、これ他の水車持ってないキャラクターでも十分強くて、本当にこうやってね、攻撃で逃げた後は丸ボタンですぐ追っかける、これだけで十分ね、火力が出たりするので、これは覚えておきましょう。だから丸ボタンをね、押してしっかりと相手にタッチして、そこからね、相手をやっつけていくとかね、アシストが当たったらしっかり丸ボタンでね拾って、そこからでコンボを当てていくっていうのがこの日の神血風団の勝ち方です。
で相手の丸攻撃とか丸行動とかは全部ジャンプ回避とか回避で避けるね。あともしガードするときはガードからしっかり押し返す。もう日の神血風だと全てが今のこれ詰まってます。皆さんマジです、これマジです。逆に緊急回避後はしっかりガードしなきゃいけないんですよね。こうやってほいガード、そうですね、今みたいにガードをしないとフルコンボ食らうのでそこだけ注意しましょう。でガードした後はしっかり押し返すで逃げたりするっていうのをね徹底するようにして、固くガードは固く、攻めるときは苛烈にね、そういう風に攻めていくといいでしょうね。これが日の神血風団の勝ち方です。皆様素晴らしい、いかがでしたか皆様。とりあえず今回ね、手っ取り早く初心者の方とかね、まだ対戦が苦手な方が、に向けた、手っ取り早い勝ち方を紹介しました。で、普段ね、ランクマッチの動画とかもね、よく出してますので、ぜひとも見ていただけたら嬉しいです。今のところ、日本、今何位だっけな、40位ぐらいですので、まあ、ぼちぼち、ね、上の方にいますので、ね、マッチングしたら、ぜひとも俺とも戦ってください。ね。いろんな動画でね、今見つけたテクニックとかもね、たくさんあると思いますので、それを見てね、あ、こんな風に使ってるんだとかもね、ぜひとも参考にしていただけたらと思います。それでは終わりましょうか。で、改めてここのね、コマンドリストってやつが、プラクティスのところのメニューから見れるんですけど、意外と知らないテクニックとかね、基本行動とかも書いてたりするので、しっかりここら辺見ておきましょう。で、意外と知らないこととかもあったりして、この、わかるか、強攻撃とかね、この4連上攻撃、4連下攻撃とか、なんかね、地味にね、知らないことがあったりするので、空中で攻撃対地上みたいな、ね、地味に知らない技とかあったりするのでね、で一切このゲームのチュートリアルでは語られないテクニックなのでね、ぜひとも皆さんもね、コマンドリストとかで見て、プラクティスで練習して頑張って強くなってください。それでは終わりたいと思いますね。この動画がね、もし参考になったなっていう方がいたら、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録お願いします。皆さんがね、ランクマッチとかね、対戦で勝てることを祈っております。それでは、また何かの動画でお会いしましょう。おつぽよ、バイバーイ。